ご通行中の皆さん、駅を利用の皆さん、日本共産党市会議員候補の土屋恵美子、私が土屋恵美子でございます。私はコロナ禍から命と暮らしを守る、急激な感染拡大に迅速な対策をしてまいります。また戸田市は埼玉県で一番の財政力を持っています。毎年30億円も予算を余らせて、今145億円も積み立てています。その一部を使えばコロナの対策もできますし、それから皆さんのご要望も解決することができます。私は皆さんの市民の皆さんのご要望、まず一つは戸田市が廃止をしようとしております白田の湯、市の保養所の白田の湯の存続をかけて頑張ってまいります。白田の湯は市民の皆さんが楽しみに利用している憩いの場所です。多くの皆さんが白田の湯の存続を望んでいます。このコロナ禍の中で皆さんが一筆一筆一軒一軒回って集めてくださった2380筆の署名を無駄にすることなく、しっかりと白田の湯保養所を守ってまいります。それから長い間皆さんのご要望であります床バスの両回り運行、それから高齢者障害者の運賃を無料にすること、高市民国保税を引き下げていくこと、介護保険料を引き下げていくこと、このような皆さんのご要望をしっかりと実現できるよう頑張ってまいります。私は4年前に皆さんの大きなご支援いただきまして、市政に送っていただくことができました。本当に小さなことから皆さんが困っていること、多くのことが私に寄せられております。弱い人たちの立場に立ってしっかりと耳を傾けて要求実現のために頑張ってまいります。どうか2期目に入りますけれども、私土屋恵美子をどうぞ大きなご支援をいただきますよう心からお願いします。お願いしまして、私の訴えを終わりにさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。こんな感じでよろしいですか。